ここからは7月17日に行われました J プロツアー第10戦石川サイクルロードレースの模様をダイジェストでお伝えします。福島県石川町、浅川町を舞台に 13.6 キロの周回を7周回するというコース。スタートから激しいアタック合戦でしたね。そうですね、まあ、ただ例年このコースで行われるレースというのは出入りが激しいですから、まあ、逃げては捕まり逃げては捕まり、そしてこのコース、このレースの特徴は非常に酷暑の中で行われるというのが一般的なんですけど、今年はただ井上選手それほど暑くなかったんですか。そうですね、途中雨がぱらついたりとか27度ぐらいしかならなかったですね。いつもよりは涼しいという中で、先頭は4名、グラデス、阿蘇、吉岡、木村という面々、そして一番余裕のあるそうなこのプラデスが集団に戻ります。そうですね、まあ、このレースの優勝候補の一人ですが、メイン集団をツーウェイブリッツェンが終始コントロールしているという情報を、ね、聞いたのかもしれません。要するに逃げが泳がされているのであればメイン集団に戻ろうという意味がないということですね。先頭3名で、残り2周に入ります。阿蘇、吉岡、木村です。まあ、やはりメイン集団は、このように見るとですね、赤いウェアツーウェイブリッツェンがコントロールという形ですね。ここで追走が合流しまして、先頭は6名になります。まあ、若い選手中心に、逃げを試みるんですが、やはり宇都宮ブリッツェンの、まあ、アシスト勢がしっかりとコントロールというところで、メイン集団の近い位置で続く、そんな展開でこの最終局面に入っていきました。また九州間際のところで、ね、アタックがかかりました。はい、さあ、そしてこれやはり宇都宮ブリッツェン、ね、捕まえに行きますけど、このレース、歴代入賞者を見るとやはり上り強い選手などもね、名前をこう連ねてますので、まあ、総合力の高い選手が優勝を狙えるレースというところでファイナルラップ、結局最終回はもう集団で通過していきましたが、はい、ここからまたアタック、はい、まあ、実力者たちの、まあ、掛け合いで、ここは宇都宮ブリッツェンの、ね、網澤選手が入って4名の先頭集団という形ですね。安原選手、佐野選手などもね入ってますね。佐野選手も全日本の後好調を見せてますね。阿部澤、佐野、安原、そんなメンバー、その中で増田が行きましたね。はい、まあ、あのチームメートに守られた増田選手が最後の上りでアタックというところで、実力者のみの先頭集団が形成されましたね。一旦ここでしかし増田は足を一回緩めましたよね。はい、まあ、あのライバル勢も、ね、増田選手をしっかりマークしているところで、そして後ろから上がってきた増田選手のチームメート鈴木選手がいい形でカウンター、完全にブリッツェンペースで、レースが作られています、はい、さらに増田、そうですね、まあ、あの定石通りのこう揺さぶりというところで、ただライバル勢もしっかりとマーク、まあ、スプリントのあるプラデスやホセビセントリウベは、ね、チェックというところで、ここで今度は堀選手、若手の堀選手が堀の勢いありましたよね、はい、もうゴールまですぐ近い位置ですから、うん、最初コーナー曲がって堀選手来たかと思ったんですが、最後の最後に、いやー、刺されたここでプラデスが最後コーナーを曲がったところで刺すという、いや惜しかったですけどね。これでもどうですか、プラデス選手、やはり測ったようなスプリントだったんですかね。そうですね、常に前を見ながら距離を測ってスプリントしたんだと思います。これは計算通りということなんですね。まあ、レースはブリッツェンが作ってきましたが、最後の勝負はこの右京のプラデスということになりました。リザルトです。プラデス優勝、そしてビセンテ、さらに、堀が結局3位、増田は5位ということでね、まあ、ブリッツェンなかなか結果に結びつけることはできませんでした。いいじゃないですか。第10戦終了時でのルビーレッドジャージはホセビセンテ、そしてピュアホワイトジャージは小野寺選手です。次回 J プロツアー第11戦から13戦はブエルタエスパーニャの放送の中でお伝えします。以上、石川サイクルロードレースダイジェストでした。